こんにちは、速稼塾の久保です。隠居 TV という YouTube チャンネルを運営してもうね、かれこれ6年7年になるかなと思うんですけども、再生数稼ぎのためにね、動画作るなっていう方がいますけども、YouTube するのに再生数稼ぎじゃない人っていないですからね。まあ、ですんで、おっしゃる通りなんですよ。再生数がなるべく上がるものを作ろうとしてますし、再生数が上がるように工夫するんですよ。それはサムネイルの工夫であったり、タイトルの工夫であったりとかね、様々あるんですけども、再生数なんてどうでもいいやって方はまあいないですから。私もね、再生数は1よりも2の方がいいなと思ってるんですよ。ただ残念ながら私の場合は1人に向けた動画、1再生されればいい動画をいっぱい作ってるのに、なぜかね、再生数が100とか200になるんですよね。これはね、不思議ですよね。いつも例えてますけども、私はファミレスである1人の人と会話をしてるんですよ。なのに周りの人がね、なぜか私たちの会話に首を突っ込んでくる状態、それが YouTube の世界だと思ってますんで、それをね、前提として私も一般公開してるんですよね。本当に1人の人に届けたい時には限定公開しますから。だから一般公開しながら1人の人に会話をしてるってことは、他の人にも聞いてもらっていいよっていう風なね、そんな期待でもあるんですよね。そしてね、もうたびたび思うんですけども、 YouTube をしてなんでやめてしまうか、その原因の一つが心ないコメントです。何かを頑張ろうとしている人に必ずね、いろんなところから邪魔をしたい人って出てくるんですよ。迷惑ですよね。本当にね、気に入らないんだったら見なければいいんですよ。だってその動画の再生ボタンを押したのは誰なんですかってことなんですよ。見たくない人に強制的にボタンを押させる方法なんてないですからね。そもそもなんで YouTube にログインするんですかと。そして自分がタップするその情報が全部自分の期待通りのものだっていうふうに思ってしまうところが危ないですよね。これは詐欺にかかる人の典型なんですよ。もしかしたら自分の気に入らないことを言われるかもしれない、もしかしたら自分の気に入らない商品かもしれない、もしかしたらこのみかんは腐ってるかもしれない、もしかしたらこのハンバーグ定食は硬くて美味しくないかもしれないっていうことを覚悟して私たちはいろんなものを選んでるんですよね。まあ、だから気に入らなければね、本当にね、一度や二度で懲りてもう来なければいいんですけども、なぜかね、クレーム まがいのコメントを書く人ってずっとなんですよ。ずっとついてくるんですよ。だから結局私のファンなんだと思います。ありがとうございます。それではこれからもね、苦言提言、そして励まし、癒し、何でも大歓迎です。コメントを書いてくださればそれが私のアクセスになります。ということなんでね、もうこれからもバンバンやっていきますからね。もうとにかくね、1日に50本でも60本でも出していきます。なぜならですよ、私はね、 YouTube が好きなんですよ。もう収益が入んなくたってこれ YouTube 続けますね。というよりも、私が YouTube をやってる時って収益なんてなかったです。最初はそんなプログラムもなかったんですよ。最近ですからね、収益化がこの賑わってきたのは、だから私がね、儲からない時もやってるわけですから、儲かったら絶対やめないですよね。というところでね、 YouTube をこれから始めていこうとする方も、まあ諦めないでください。頑張ってください。私がいつも味方です。どんな敵が現れても、どんなにね、心ないひどいコメントを書かれたとしても、私が味方なら頑張っていけるでしょう。それではいってらっしゃい。